こんにちは、坂本博史です。今日はですね、以前に受けた、相談の中で、精神障害に関するお話をしていきます。で、もちろん守秘義務などに触れない範囲での話になりますけども、その方はSNS で事前にやり取りのあった方で、対面でお会いした時に、私精神障害者なんですけども、お時間いただいてすいませんって言われたんですよ。で、そんなことは気にすることじゃないんだけどなと思いながら、そういう、受け答えをさせていただいて、でそれでいろいろお話を聞いていったところ、お話を聞けば聞くほど極めて真っ当な感性の持ち主の方で、世の中を冷静にフラットに見て分析されて、でただ、世の中の物事を素直に見ているんだけど、素直すぎるというのかな、世の中にはその何て言うかな、本音と建前というか、あるいはその事実はこうなんだけど、立場上そうは言えないよねとか、いろいろその方便が存在するわけですよ。方便という優しい言い方もできるし、意地悪な言い方をすればそれはもう嘘だよねって言ってもいいぐらいの、ちょっと話が曲がっているものもあったり、いろんなその程度の差はあれ、そんな物事はそんなに素直なことだけではないので、そういったオブラートに包んだり、ちょっと話を曲げてみたり、あるいはかなり曲がっていたり、いろんなものがあるんだけど、ただその方は素直にストレートにしかものが見れない、逆に言うとものの本質というか、その物事をただただ素直に見てる方だったんですけど、でそうすると見たもの感じたものをそのまま人に伝えると、それを君の言ってることはちょっと世間と違うねと、で一度病院に行ってきたらということで、病院に行くと、これはなんとか病ですねみたいなことで病名をつけられたので、やっぱり私頭おかしいのかなということで、私精神病なんですけども、ちょっとお時間いただいていいですかということで、お話をしに来られたんですけども、話してみたら先ほどのようなことで、だから、本人は別に悪くはないというか、ちょっとね、視点が自分の目線、素直な目線でのみ見ているということで、非常に生きづらい、その精神的状況だとは思うんですけども、それを本人の問題、あるいはその本人がその精神病だからと、その病気のせいにしてしまうのもちょっと乱暴な話だし、かといってじゃあ世の中でそんな嘘や方便があるからいけないんだというのも、それもちょっと乱暴な話だし、現実問題、
世の中から嘘や方便がなくなってしまえば多くの人が傷つくので、子供の素直な発言を聞いていれば随分残酷だなというのも あるし、でそういうようなそういうオブラートに包んだり方便を使ったりしない大人だけになってしまったら多分世の中大変なことになるので、全ての嘘や方便がいけないとも言えないし、かといってあまりにねじ曲がった表現あるいは嘘が飛び交う世の中なのももちろんそれはそれで問題だし、まあ、そこはまあ程度問題なので、まあそのね、私精神病なんですっていうその方は非常に苦しいと思いますけども、まあただ一つ言えることは。